はい、皆さんこんにちは、ワナレグルミジです。では今回はインペラトルローマ続きをプレイしていきたいと思います。でですね、前回戦争を始めたものの敵のあまりの、大きさにたじろいたというところだったと思うんですけども、その後戦力を増強したり、あるいは傭兵を雇ったりして戦争は一進一退の攻防なんですが、そのツケを払うということで、まず画面左上、お金が全然なくなりました。これ傭兵を大量に雇ったことによってお金が枯渇したというのが一つと、あと、軍に徴兵しすぎて、人的資源も全くないという状態です。ただし、戦争自体は、先ほど申し上げた、お話したように、なんかいきなり仕事モードになっちゃいました。申し上げたとか言っちゃいましたけど、お話したようにですね、一進一退やや有利という状態です。で、さらにですね、すごくいい知らせが一つと悪い知らせが一つありまして、まず、どうしようかな、悪い知らせからお話しましょう。まず、国王が死にました。ニューラジットになってます。この剛毛のニューラジット。先代の王は、ジフテリアにかかったり、うつ病になったり、怠け者だったりしたので、仕方がないのかなっていうところなんですが、戦死したとかではなく死にました。で、いい知らせがですね、実は敵国の王を捕らえることができました。敵国の王。で、この時点で、実はですね、和平を結ぶことができます。割譲させて。いくつかをね、割譲させて、和平を結ぶことが、あれ、できてたのにできなくなっている。いや、そんなことないね。ここ割譲させることで、いくつかの州をかな。割譲させることによって和平を結ぶことができる状態になったんですが、今なお、戦争は有利に進んでいるので、ここはもうちょっと頑張ろうかなと。いうふうに思ってます。なので、このまま時間を進めていきましょう。で、あとはですね、このニューラジット、未婚なんですよ。当然ね、一夫多妻制にしたいなというところはあるんですが、まずは一人、妃を迎えようじゃないかと。ハーレム王国の第一歩を踏み出したいと思います。で、妃の候補がご覧の6人。ちょっと美女がいるのかというとちょっと微妙なんですけど、個人的にギリいけそうなのがね、このゾサイドさん。ただね、ゾサイドさんね、31歳なんですよ。31歳。で、ちょうどね、ラジット、ニューラジットも31歳なんで、いいのかなと思うんですけど、この下見るとね、18歳なんですよね。しかも、どうなんだろうな。入力値的にもちょっと高そうだなっていう印象があって、どっちにしようかちょっと迷ってます。どっちにしようかな。あとは何だろう。選択、間抜け。ちょっと待ってくれ。個性で間抜けがついている。さらに、耳障り。ちょっと無理だな。これは無理だろう。さすがに、低層外に役立たずもついている。いや、微妙すぎる。せっかちさんなんでね。オリンピアちゃんは、率直、寛容。いや、明らかにこっちだわ。強欲。強欲持ちか。ちなみに50歳の、この、アリソネちゃんはどうかというと、血筋ラジットの正当なる血筋を持っている、近親相愛だな。信心深い。公職。どうなんだろうね、自分が、お前が言うなと言われてしまえばそれまでなんですけど、いや、ここは、オリンピアちゃんにしましょう。18歳のオリンピアちゃん。で、オリンピアちゃんを投入、というかね、妃に迎えて、意気揚々と、じゃあまた進めていきましょう。で、発明ができる状態になっているので、おぉ、あれだね。軍事がレベル上がったね、一つ。なので、ちょっと軍事中心で見てみる？まずは、スペラルヌメーラリーリー、言えてない10% 補給限界が伸びると。あとは奇抜な包囲能力が5%か。悪くないな。重歩兵の規律。重歩兵持ってないんでね、今。
あとは統治関係だとピタゴラスの数学研究ポイントが 10% も伸びる。マジか。どうするよ。穀物の配給とかで国の人口増加もありがたい。悩ましすぎる。どうしよう。まずはでも包囲能力 5% は絶対入れたい。この先敵と戦闘してるんで今。あとはピタゴラスの数学で研究ポイント上げていきましょう。で次に穀物 IQ とかね、そういうのを入れて人口を増やすという作戦でいきましょうか。お、軍事の伝統も得られるぞ。ようやくここに来て。さあどれにする。軽騎兵の規律か、重歩兵の指揮か、大隊の初期経験値上げるか。まあ右一択だな。まあ軽騎兵って言われてもな、軽騎兵あんまり持ってないからな。で重歩兵も持って、ただいつだろう、チュートリアルか前回か前々回お話してると思うんですけど、基本縦にしか行かないので、この先を見据えた戦略が必要かなと思うんですよね。一番右にした場合、次船のコストが下がるよって言われても今船持ってないからな。ここも微妙だよね。軽騎兵の防御が 15%、 陸軍の士気が上がりますっていうのもありだよね。軽騎兵の規律が上がって陸軍士気が上がって、一番左で行った場合どうかって話だよな。重騎兵、軽歩兵、左側はどうなんだろう。パッと見、騎兵系なんですかね。いや、そんなこともないか。包囲能力が上がるってのは嬉しいよな。軍事都市の有効化。うん。要塞防御。まあ、防御に徹するつもりはないんだよね、今。まあ、ただ、重砲兵が最後の方に、まあ、どちらかというと、比重が置かれているような、そんな伝統に見えますね。で、一番右はというと、軽歩兵の攻撃があって、弓兵の規律が上がる。山岳戦闘ボーナス。山岳戦闘ボーナス。この後、どうなんだろう、山岳での戦いあるのかどうか。ただ、ボーナス 15% がつくって結構でかいからな。どうしようかな。奴隷化効率、プラス 20%。奴隷解放宣言を出した前回がいきなり奴隷化効率を上げるっていう、ちょっと微妙なことをやろうとしてるな。本当に悩むが、まあ、ここは一番右でいきましょう。大体の初期経験値上がるっていうね、まあ、すぐに効果が出るものということにしましょう一旦ね。何、白紙平和になる恐れがある。いやでもさ、これさ、白紙和平を強制することができるというだけで、別にさ、あれだよね、白紙和平をしなきゃいけないってわけじゃないよね。なのでこのまま行く。なんとしてもどかすかどかすか、敵国をねさらに蹂躙していきましょう。で、征服者の遺産が発生してます。統治力50か、これ悪くないな。で、都市から得た知識はその条件を超えて広がるだろう。50を失う代わりに、人的資源とかがドカドカと増えてくるっていうこと？どうしようかな。いや、ここは学びを得ましょう。で、早速、研究ポイントを使えばいいというだけの話なんで、研究ポイントを使って穀物配給して人口流入を促しましょう。我が王は寛容なのです。ちょっと音が乱れますね。特におかしな設定とかもしていないつもりなんですが、敵国の首都まで殴り込みをかけたいところでなんですけどね。で、ロフティですね。どうしようかな。これも忠誠を失う代わりに、
一方の忠誠を得るか。どっちもどっちだよな。一長一短だよね。プラスの要素だけっていうのはやっぱりない。お、敵国が乱入を果たすな。1万6000の兵がやってくるわけだな。じゃあこれをここで迎え撃とう。いやもう王がいないんだからさ、あの完全敗北みたいな形にしてほしいよな。増援を送ってあげなきゃいけないとかって可能性も出てくるね。でもこれを見てると、第13軍を敵の駆逐に回しましょうか。金にまだまだ全然余裕が出てきてる状況じゃないからね。まずは敵のね、首都を狙いに行くっていう、進め方は変わらぬ方針でいきましょう。ではちょっとここで時間を進めていきます。じゃあだいぶ進めてきて敵国の首都まで落としましたので、一旦ここで和平交渉なるものをちょっとやってみようかなというふうに思います。まずは和平を結ぶですね。で、まあ、せっかく攻め込んだんで割譲させたいよね。ちょっと引きの画面に移して、割譲多分できるところが緑で映ってるんじゃないかなというふうに思います。
まあ、ちょっと飛び飛びになっちゃってるのかどうかっていうのはあるんですが、一旦ね、ちょっと念頭に入れてみましょう。アゲンジャーっていうのがどこかわからんけど、ここが一つでしょ。てか一つだけ？コスト33っていう話で、今多分33のうちどんだけ使うかっていうことだと思うんですよね。あ、なるほど。このブルーで囲まれた域が実際に割譲として受けられる領域ってことだな、おそらく。これでブルーのエリアが我が領地になると。新しい。どうでしょうね。なんかすごくいいことが起きたというふうにも見えませんけど。つうかさ、でかくねえか、このフィリギアっていう国自体が。しかも首都の場所変わってるしね、やつらの首都。イーシュマパラジャンっていうのがどこにあるのかわからんけどさ、少なくても首都と思われる場所が変わっている。一旦でもこれでかの国との戦争を終わらせよう。オッケー。和平がどうなったかっていうのは時間を進めないとわからないのかな。なんか戦争続行の感じがするもんね。戦争は続行されるな、この感じ。炎症を得たって、また病気か。いやー、ほんとでかいよなー、敵。こんなでかい国と戦う、しかも奴隷が反乱を起こしたとか言って、マジですかい。で、敵国の首都はどこに移ったっていうのよ。ちょっともう一度和平交渉を見てみますか。首都サラミス、首都サラミスがどこにあるかがわかんないんだよね。首都サラミスの場所を探したい。ただ首都というぐらいなんで結構でかい場所だと思うんですよね。いや、首都サラミスの場所わからんわ。
いや、でもこれで戦争終わった系じゃないの？ちょっと確認しますね。戦争が終わったね。なんかよくわからないものの、一応提案が受け入れられて我々の領土が広がったというところで良さそうです。まあ一部の場所が我々の国に組み込まれたって感じかな。ちょっと飛び飛びになっちゃってて見づらくはなってます、ね、こことかエジプトになってますもんね。前までここって敵国の国家だったと思うんですが、ここもエジプトになっている。エジプトになっている場所をしっかり確認しておきたい。だいぶ分かりづらくなってるからね。ここはエジプト？違う、サマリナになってるね。いや本当に分かりづらいぞ、自分の土地がどこか。今後守るにしたって、ここはエジプトなんだよね。ちょっととりあえずさ、その俺の土地返してよっていう戦争が起きそうじゃないですか、すぐにでも。なのでちょっとこの辺りは整理をしておきましょうか。さらにまだ終身を入れてるからね。同盟行動としては何も選べない、通行も選べない、基本的に何も選べないねこれ。まあ、ただこいつはしばらく我が手元に置いておこう。ではちょっとこの辺り部隊の配置とかを考えて置きたいと思います。だいぶ短くなっちゃいましたけども、今回は、しっかり確認をしておきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。